それでは S660 見ていきたいと思います。外装から見ていきます。無限の、フロントリップスポイラー付きという感じで、この辺りもかなり綺麗な状態ですね。特に気になるような傷は見当たらないですかね。結構綺麗ですね。中央部分も特に気になるような傷は見当たらない感じで、グリル周りも綺麗ですね。で、左前の方ですけれども、こちらも綺麗な状態になっております。こんな感じですね。で、ヘッドライト左右ともクリアで綺麗な状態です。ボンネットもですね、へこみもなくツヤもあって、特に気になるような傷なども見当たらない感じですね。ここに飛び石傷がちょっとあるかなっていうぐらいですね。で、左側面ですけれども、フロントのフェンダーも綺麗な状態です。で、円形のホイールですね、装着されておりまして、ホイールも綺麗ですね。スリットローターが入ってますね。ちなみにタイヤのサイズは16555の15インチという感じで、御殿座のね、RE71RS が入っております。タイヤの溝はまだ大丈夫そうですね。で、ドアミラーは綺麗な状態で、助手席側のドアも綺麗ですね。で、サイドスカートの方も、無限が入っておりまして、こちらもね、綺麗な状態になってますね。で、左リアのフェンダー周りですけれども、この辺りも特にね、気になるような傷見当たらない感じです。続いて左リアのホイール、こちらも綺麗な感じですね。こんな感じです。19545の16インチで、タイヤの溝、リアタイヤの方もね、残ってますね。で、左側面のへこみですけれども、特になさそうですね。続いてリアバンパーです。こちらも無限ですね。この辺りも綺麗ですね。特に気になるような傷は見当たらない感じです。続いてエンジンフード、へこみもなさそうですね。で、ツヤもあって綺麗な状態になっております。続いて右側面見ていきます。右リアフェンダー、綺麗な感じですね。で、右リアのホイール、こちらも仮傷などは特になく綺麗な状態になっております。そして運転席のドア、綺麗ですね。サイドステップの方も綺麗な状態ですね。で、ドアミラーも綺麗ですね。右フロントのフェンダー周り、本当ね、全然傷が見当たらなくて、とても綺麗な感じ。右フロントのホイールも綺麗ですね。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうな感じです。そしてホロ、こちらもですね、こんな感じで、特に切れ破れなどは見当たらない感じですね。はい、では続いて内装見ていきます。運転席のドアトリムからですね、この辺りも綺麗な状態になっております。で、スカーフプリズムの方もね、綺麗ですね。無限のフロアマットが装着されておりまして、シートはブリッドのフルバケットシートという感じです。シートの状態も良好ですね。で、助手席側は、純正のシートですね。こちらも綺麗な状態になっております。で、ステアリングですけれども、擦れてるところはよいしょ、見当たらなそうな感じですかね。綺麗な状態ですね。ダッシュボードの上も綺麗な感じになっ
ております。センターディスプレイ付きですね。でこの辺りの、ボタン類なんかも綺麗な感じで、無限のシフトノブがね装着されてますね。ブーツ周りも綺麗な感じで、これ膝置き S660 と書いてありますね。これすごい、こんなんあるんですね。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。かかりの方もねスムーズな感じですね。吹き上がりもねいいですね。で、バックカメラもついております。はい、じゃ続いてよいしょ、ボンネットの中を見てみましょう。よいしょ。はい、ボンネットの中ですけども、あ、これあれですね、ルーフのしまう収納ケースがね、欠品になっているので、これはちょっとね収納ケース取り付けようと思います。はい、続いて助手席側です。助手席のドアトリム、綺麗な感じですね。でスカーフブレードの方も綺麗な状態になってまして、フロアマットもね綺麗ですね。こんな感じの内装になっております。はい、では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきたいと思います。エアクリーナーが車外品に変わっていたり、クリスマスバルブがついていたりという感じの、ね、エンジンルームになってまして、まあ、エンジンルーム内はねこんな感じでなかなか綺麗な状態ですね。はい、まあ似たようなサビなども特になくといった感じですね。はい、では続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは S660 試乗してみたいと思います。なかなかスタイリッシュな S6 ですね。無限エアロに円形ホイールという感じで、またこのカラーとねこのホイールの色もなかなか渋くてねいいですよね。で、走行距離が 49,200 キロぐらいですね。まあクラッチなんかは全然軽くてまだまだこのまま使えるなっていう感じですね。この無限のシフトノブいいですね。やっぱりすごくね操作しやすい。すごくねこれビビリ音がものすごいんですけど、マフラーをよく見てみたらですねちょっと穴開いてたんですよ。多分その影響ですねこれね、ビビリ音ね。でマフラーはちょっとね、純正穴開いてないものに、交換をしようと思ってます。エアクリーナー変わってるんでこの、ね、吸気音がね結構しますね。ミッションの入りも特に問題ない感じです。あとただこのシートが今結構ね起きてるんですよ。これはまあ好みによるところかなと思いますので、まあそれぞれの好みのシートポジションに合わせてねちょっと調整をしてもらったらいいかなと思います。まあ車的にはねちょっとこのマフラーのビビリ音がすごいんであれですけども、まあここで、ね、戻してあげれば結構ね快適に乗れそうな感じですかね。うん、なかなかクイクイと曲がって加速も楽しく、なかなかね楽しめそうな感じの S6 ですね。はい、以上 S660 の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と
エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。